が散らかっ。10月13日は豆の日ということで、目指したのは豆の日本一の生産地北海道、国産小豆を使ったあんパン探しの旅です。最初に向かったのは札幌にあるペンギンベーカリーさん。北海道をはじめ全国に店舗を構える日本屈指のベーカリー。ほら、こんなにも数々の賞を受賞しているんです。人気の秘密はもちもち生地が特徴の北海道小麦を使用したパン。常に60種類以上焼きたてで提供しています。そして今回のお目当てはこちら、川西製あん所のあんこを使ったあんパン。特注の十勝産の粒あんを生地の 1.5 倍も詰め込んでいるんです。糖度すごく抑えたあんこになっているので、もう たくさん食べても飽きのこないあんパンにもなってますし、根強いファンのついたあんパンになっております。ペンギンベーカリーさんのこだわりは北海道産の素材、北海道十勝産の小豆を大切に使用している川西製あん所さんとその思いが通じ合い、コラボが実現したんだそうです。粒を残るように炊いていただいているんですね。小豆の特徴が皮が薄いっていうのもあるので、粒は残ってるんですけれど、あの歯切れがよく特徴的なあんこになっているので、そこを楽しんでいただけるといいかなと思います。これはあんこ作りを見ないわけにはいきません。ペンギンベーカリーさんにご紹介いただき訪れました川西製あん所さん。創業74年の老舗総合製あんメーカーです。まず案内いただいたのは小豆を保管している倉庫です。工場で使用している北海道十勝産の小豆、その美味しさを失わないよう品質管理を徹底しているんだそう。夏場の高温で保管をすると味が落ちちゃいます。で、豆が硬くなります。一番はやっぱり品質が落ちるので、できたあんこの味がやっぱり落ちちゃうので、その会社では全て手を出します。さあ、粒あんが炊き上がったみたいです。最新の技術を搭載したこの機械は小豆を潰すことなく炊き上げるので、プチッとした食感を楽しませてくれるんですって。1つの釜で3回転、4回転、だいたい1日12トンぐらい。12トン、多い時は15トンぐらい。15トン。そして厳重な衛生管理や品質管理をクリアしたあんこたちは全国の企業や消費者のもとに発送されていきます。ホープのあんこや北海道内のドンクのパンのあんこも実は川西製あん所さんのあんこなんです。ペンギンベーカリーさんもそのお店の一つ。あんこを使った商品の開発は日々続いているそうですよ。あんことクリームチーズを合わせた商品だったりも出てたんですけれど、やっぱり和と洋とマッチさせるっていうのもすごく面白いなと思って、そういうのもチャレンジさせていただいてます。今考えてるあんこ商品あるんですけれど、吉見さん研究中もう多分世に出てる5倍、6倍以上試作はしてるんですけれど、国産小豆を使ったパン、これからどんな組み合わせで食べれるのか楽しみです。札幌には2021年パンのフェスアワードで金賞を受賞した白石あんパンが。作っているのはスイートオーケストラさん。なんと老舗の和菓子屋さんがやっている洋菓子店なんです。この商品に注目していたのがパン愛好家の日野さん。白石あんパンです。お？
すごく軽い生地、ハンバーガーのように生地で、ほら、あ、伸びてる伸びてる、ほら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 、端から端までたっぷり。北海道朱鞠小豆を使用しているあんこ、なんと最大の特徴はあんこが伸びるんです。いただきますよ、うん、生地の感じがちょっとこうもなかみたいな軽い感じ、うん、あんこ美味しい、うん、甘くて、あのね、香りもいいし。実は日野さん、食べる前に開発した社長さんに電話取材をしてくれました。社長さんにお話を伺ったところ、あんこなんですけども全部は教えていただけなかったんですが、何でも三重構造のようになっていて、粒あんともち粉を混ぜたもので、まず伸びるあんこパート、でさらにそれを粒あんで包んで、さらにそれを羊羹でコーティングしてるっていう、なんて手間暇かかってるんだろうって思いました。そしてこの特徴的な生地の正体は、イーストってそのスイーツを作る作業場に、入れちゃいけないっていうルールを社長さんがもともと作ってたんですって。イーストを使わない生地で何があるんだろうなって調べた時に、アメリカのポップオーバーみたいなものが分かってきて、あ、じゃあそれでやってみようということで、こちらの形になったそうです。洋風の生地と国産小豆の伸びるあんこは和菓子のようでもあり洋菓子のようでもある不思議な感覚。ホームページでお取り寄せもできるので、皆様もぜひ食べてみてくださいね。最後に向かったのは名寄市。世界中にもその名が知られる小豆博士に会いに行きます。訪れたのは名寄市立大学です。小豆博士は実験室にいらっしゃいました。名寄市立大学保健福祉学部栄養学科教授加藤淳先生。豆類を研究し、主に小豆研究の第一人者として数多くの講演や書籍を手掛けています。見せていただくのは加藤先生が開発したという煮小豆。普通にあんこを作る方法とはちょっと違うんだそうです。通常のあんこを作る時の炊き方では、豆の5倍量のお水で煮詰め、渋切りという作業をします。しかし煮小豆製法では豆の2倍量の水しか入れず、渋切りをせず小豆を煮詰めるんです。出来上がったものを比べてみると、色違うのとちょっと崩れちゃってるのと、こっちは崩れてなくて、ちょうど水吸ってるでしょ、うん、ほぼ吸い切った感じです。これ捨ててないですもんね。これは捨ててないんですよ、ね、はい、すごい、はい、先生初めて今の煮小豆の、はい、食べた時っていつだったか覚えてらっしゃいますか？いや、自分で考えたのは10年ちょっと前です。じゃあ今まで捨てられてたはずのポリフェノール全部先生の中に。そうです、ポリフェノールでできたからです。だからちなみに今64歳。嘘ですよ、小豆で食べなきゃダメですね。加藤先生はその煮小豆を大手メーカーと共同開発しています。実は井村屋さんとですね、ここにありますような煮小豆シリーズ、特許も出してますけれども、うん、煮小豆っていう商標も取ってます。小豆の煮汁の中にはポリフェノールが豊富に含まれていて、はい、これを捨てるのはもったいないなと思って、はい、私がずっと考えてたんですけども、はい、捨てずに全部小豆の中に煮汁を閉じ込めて、ポリフェノールだとかビタミン B1 とかカリウム、はいはい、まあ、こういった、まあ、いわゆる水に溶ける水溶性成分、これを逃がさない製造方法って考えたんですよ。煮小豆製法では小豆の煮汁を出さない新しい炊き方で、小豆の中にある栄養素をすべて閉じ込めてしまいます。早速試食させていただいたんですけれども、はい、まずびっくりしたのが、はい、渋みですよね、やっぱりすごく感じるんですけど、私はとっても大好きでした、はい、これ、はいはい、なんだかその
ポリフェノールってワインとかにも入ってますか？そうです。赤ワインがやはりポリフェノール多いっていうことで非常にねブームになりましたけども、北海道の小豆はなんと赤ワインの 1.5 倍から2倍同じ重さあたりで考えると入ってるんですよ。あ、小豆の中に。小豆の中に。なるほど、はい。なんだか赤ワインとかと合うような食事とか素材とかとも合うんじゃないかなって。合いますね。スーパーに行ってこの惣菜とこの小豆を組み合わせたら美味しいんじゃないかな、試してみたいなっていうのを、はい、あのパンにをちょっといくつか考えたので、ええ、いいですか先生、お付き合いいただいても、はい、ぜひお知らせください、はい。日野さんが用意したのはきんぴらごぼうとポテトサラダ、それをカンパーニュの上に乗せました。豆を毎日30年食べている加藤先生、いかがですか？うん、やっぱり何かもう一味、ソースがあるとそうですね、うん、いいと思います。でだったら何にします？まあ、一番簡単なのはマヨネーズですけども、うん、オーロラソースとか、あ、うん、あんな感じも合うんじゃないでしょうか、ね、なるほど、はい。でも合いますよね。合いますね。きんぴらごぼう。そうですね。宮崎きんぴらごぼう。うん。美味しい。自分で言ったからじゃないよ。たくさん盛りすぎたかな。うん。これはもうこのままでも OK ですね。あ、OK いただきました。はい、これも乗せましたよ。はい。うん、あ、なんで今までやってなかったんだろうっていうぐらい馴染んでますね。そうですね、うん、面白い。トッピングにも使えるし、使いますね、混ぜても使えるということが分かりました。はい、茶色いカンパーニュを選びましたけども、そのあたりどうでしょう、組み合わせとしては。私はそっちの方が合うと思いますね、うん、やっぱり小豆、特に今回は煮小豆ということで、うん、ちょっとこうポリフェノールが高めの小豆なので、うんうん、こういったものにはむしろその精白した白いパンよりは、うん、こういったハード系のパンの方が味も食感も合うんじゃないかと思いますね。なるほど、はい。そして小豆に含まれる栄養はポリフェノールだけではないんです。パンなどの主食をエネルギーに変えるのに必要な栄養素ビタミン B1 も豊富に含まれています。パンと小豆を組み合わせて食べることは非常に効果的だそうです。豆類をパンとかご飯と一緒に食べると、うん、ただ消化されただけじゃなくて、うん、それがエネルギーになる、蓄積されずに発散されるので、うん、素晴らしいです。たまらないです。たまらないです。食べたくない。そして小豆の中でも国産小豆を食べることはさらにメリットがあるそうです。国産小豆ならではのなんかこう良さとかってありますか？そうですね、私が今まで研究してきた中では、はい、先ほど来出ているポリフェノール、ポリフェノール、それとかその抗酸化活性といって活性酸素を取り除くアンチエイジングだとか、うん、またはメタボリックシンドロームを予防してくれるような効果がある、うん、まあ、こういったところが国産の小豆、特に北海道産の小豆は、うんうん、私が調べた中ではかなりそういった健康機能性が高い。高いんですね、加藤先生はそんな栄養素のたっぷり詰まった国産小豆をもっと日常に取り入れてもらえるような食べ方を発信する活動を始めるそうですよ。北海道豆類品質研究普及協会というのを作ってですね、はい、こういう略称豆活北海道って言いますけども、はい、今年の豆の日、はい、10月13日に設立し て, 設立して、はい、これから国産のこういった豆の甘くない食べ方、はい、それを普及していこう、またはそれ の,、うん、の研究をしていこうということで今、はい、活動を始めるところです。特に最近若い人たちっていうのはいろんな洋風料理食べられるので、うん、その中にもっと豆が使えるんだよっていうことが分かってもらえると、うん、でかつ健康にもいいんだよって分かってくると、うん、まだまだ広がるかなと思います。はい、甘くない小豆にパンを合わせるなら先生いかがですか？そう、うん、私おすすめしたいのは、うん、ホットドッグのような味ですね、うん、中にチリビーンズのような味付けをした小豆を入れる。なるほど、ね、これはもう本当にお昼ご飯としてね、はい、食べてもらうっていうのに非常に合うと思います。ね、というわけで今日は加藤先生から小豆にまつわる新鮮なお話を本当にたくさん伺いました。はい、小豆の可能性すごいなっていう、
これから無限に広がっていくと思います。そうですね、はいはい、いろんな食べ方で試してみたいと思います。ぜひやってみてください。はい、ありがとうございました、はい。